月が見えてきたよ。ラブよ。今夜も。さて MC 変わりまして、爽やかサンシャインの小部屋に侵入、 MC のほつまです。ピコです。よろしくお願いします。お願いします。この番組は桜美林大学落語研究部の先輩後輩コンビである爽やかサンシャインが MC を務めるラジオ番組です。まるで小部屋での2人の会話を盗み聞きするかのような、そんな気分になること間違いなし。小部屋に侵入ではラジオごとに侵入者と称して部員であるゲストをお呼びして質問をしていったり、逆に質問をもらったりして番組を盛り上げていきます。はい。さあ、そんな記念すべき第1回、まあ一部屋目ですね、のゲストはなしです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。前回まで桜くラジオで MC も違ったんですけども、はい、今回から、桜美林大学4年生の私、はい、ピコと、はい、で3年生の私ホツマになりまして、はい、コンビということで、はい。いや、どうですか、どうですか今の気持ち。どうですかっていうのは、その今の気持ちは、今の気持ち、まあ、暑いですね。暑い、はい、いいですね。いや、もう、はい、そうですね。何話したいんですかね。でも、今日何してました。今日、まあ、初めての授業日だったんで。そう、今日から授業。はい。授業ありました。授業ないですよ。授業ないんですか。はい。もう4年生で水曜日はもう授業はなしと。ないし。あら、そうなんですね。僕は2限からありまして。おお、ありましたよ。私はもう4年生なので、はい、今回取りたいやつ、抽選4年生が当たりやすいんで、いっぱい抽選申し込んだんですよ。そしたら全部外れて。全部外れてましたね。で、結局金曜2限のコンテンポラリーダンス入門しか取ってないんです。それは何単位なんですか。2単位で、卒業までに必要なのが3単位じゃなかったでしたっけ。確か13単位。じゃあ、なんか他の取るべきだったんじゃないですか。はい。まだ取れるよ、大丈夫。はい。そうなんだ。そうですか。そうですね。僕はまあ今日キャリアをデザイン。お、キャリアデザインしたんだ。キャリアをデザインする授業があって、うん、まあ、就活ですね。うん。就活をしなきゃいけないっていう授業ですね。大変ですね。はい。3年生だもんね。3年生ですよ。もう。ちょっとこのラジオのテーマ。はい。どうしますか。どうしたらいいんでしょうね。私は案が一つあるんですけど、はい、お願いします。それはまあ侵入なので、タイトル的に、はいはい、お互いに侵入し合っていこうじゃないかと。侵入し合っていく、うん、というと、もう今の時代、はい、みんなできる限りお互いに影響を与えないように、波風を立たないように生活してると思うんですよ。はあ。そんな中でちょっと立てていこうよと。ちょっと立てていく、侵入することで、うんうんうん、なので、そのお互いに侵入し合ってちょっと影響を与えるラジオにしたいなと思って。ああ、なるほど。いいんじゃないですか。いいですか。他に愛である人。今日はいないみたいです。あ、今日いない、はい、よかったです。じゃ今日それで。今日は少なくとも。あ、はい、よかった。できます。なんだろう、何話したらいいんだろうな。まあ、そうラジオなんで、お便りとか募集したいですよね。確かにね。頼り募集しますか。じゃあ。じゃあ、私はミステリー小説が大好きなので、はい、謎を募集します。謎を募集。日常の謎。あら、まあ、日常じゃなくてもいいです。関係のラジオと何か普段生活してて、はい、まあ、謎めいたことがあった人、はいはいはい、それを応募してくれれば私が推理します。あ、何が起こっているか。なんかコーナーになるじゃん、そのままそれ。確かにね、ミステリー好きだからいいかもね。いや、でも関係あるやつも出そうよ、ラジオに。はい、ということで、じゃあ僕は、まあ、侵入なので、うん、まあ、侵入したい場所、行ってみたい場所、確かに、をちょっと、まあ、何あれ、募集。あの、桜美林落ち研のツイッター、X に、はい、マシュマロを設置するので、はい、そこから応募していただければと思います。期限は今月中、はい、4月中ですね。あとインスタグラムにも貼ります。はい、日常の謎と行ってみたい場所、行ってみたい場所、お願いします。お願いします。ということでね、むずくね、なんかラジオって。気づいちゃった。気づいちゃった。もう気づいちゃいましたね。なんだろうな、男女で MC やってるよって、うん、あ、でもあれか、うん、あの前ありましたよね、あれか。僕1年生の時の4年生2人とかそうだった。あ、確かに。あそこ
何話してたんだろうな。あと先代部長と現代部長も2人でやってませんでした。そうでしたっけ。やってましたね。やってたかみんなと どうなんだろうね。1ヶ月に1回ですよね。そう勉強していきましょう。勉強した方がいいですね。エピソードトークとか持っていきましょうよ。エピソードトークとかを持っていきましょう。いやそうですね、ちょっと何も準備してなさすぎて今回、なんだ、でもなんか仲良かったですもんね、その前の MC たちって。確かに。でここってここのコンビはコンビなのに割とね仲悪いじゃん。初のコンビなのに仲悪いじゃん。でその多分さ、その喧嘩とかしたら終わるよね。終わるね。喧嘩したその月はもうなくなるよね、ラジオが。あ、すいません、ビジネス不仲なんですよ。いや、でも本当に不仲じゃない。あの最近マシになってきたか。はい。そう、昔ちょっと出会った時が僕1年生で、その、キコちゃん、キコが2年生の時で、だったんですけど、もうすごい喧嘩したよね。もうやばかった。えぐい喧嘩したよね。まあ、例えば何で喧嘩したっけ。例えば喧嘩、でも最近で言うと喧嘩になるまでもないかもしれない。あ、なんかこの間さ、そのあれだ、あの健康診断の日、何が言いたいか分かりますか。何が言いた、何が言いたいか分かりますか。健康診断の日、はい、遅刻とか、まあ、遅刻、まあまあ、ちょっとすみません、分からないです。うわ、もうこれなんですよね、もう忘れてるんですよ、そのまあ遅刻もするし、すっぽかしもするし、おかしい、ね、しかもそのなんて言うんだろう、本当に、はい、その時に問い詰めたりしてごめん、ごめんって言われるけど、その後日はそういう話をしたら本当に記憶が抜けてて、彼女はそうですね、もう理解が不能で、確かにすっぽかしちゃったことはありました。本当に申し訳ないと思います。ありますね。そう、私たちやっぱコンビなんでネタ合わせとか頻繁にするんですよ。でもネタ漫才と同時にポケモンにも結構ハマってて、お互いがそうだね。そう、でも毎日ポケモンバトルしようやって話になったんですよ。でホツマが今んとこ全部勝っててで私は1回しか勝ったことがなくて、である日そのホツマから、え、今日どうするって LINE が来てで私はまああとで連絡するわみたいなこと言って、そのうちにね、何だと思ってたんですか。ポケモンバトルの誘いだったですよね、思ってたんですよ。でも僕的には今日どうするって、その町田でその会ってネタ合わせするっていう話をその前日にしてたので、それのことについて聞いてたんですね。はい。でも私は完全にポケモンバトルだと思ってて、でその日出かけてて、はい、でまあ、駅、最寄り駅町田に帰ったら連絡するわっつって、はい、でも本当夜日付変わるくらいに町田に帰ってきて、今からやろうよって LINE したんですよ。しかもそのなんかその前に僕がその町田、そのキコの最寄りに着きそうになったら連絡してみたいな感じで言って、その何時に着きそうか連絡してみたいな、それに合わせて行くからみたいな、僕が、その町田に行くっていう風に言ってて、でそれには何も疑問は思わなかったってこと。やっぱ直接対戦したいかなポケモンバトルを、ではゲームだからそのインターネットでできるわけじゃん。できる。でも直接会いたいんだなみたいな、このこいつは私に直接会いたいんだなって思って、その疑わなかったんだ、ポケモンバトルだと。全く疑いませんでした。ちょっと信じられないですよね、本当に。まあそうですね、やっぱポケモンバトルだけじゃないんだなと思いました、集まる用事って。いやそうですよポケタって最近やってないでしょ、しかもポケモンバトル。やってない、僕もポケモンやってないですもん今。そっか。そう、またやろうね。そうだ、それはね、仲いいみたいになって確かに違う、健康診断の日は、その何が覚えてないか。覚えてないよ。本当に覚えてない。え、ちょっと言って早くなんだっけ。あ、そうだ、その部室で、そのネタ合わせしようみたいな感じの話になってまして、でちょうどその健康診断の日にちが、そのピコと妻一緒だったんですよ。確かにね、日にちがね、で、まあ、健康診断があるから、で健康診断がある町田キャンパスと、その部室ってすごい近いから、近いよ、ね、その健康診断終わった後に部室でそのままできたらいいよねみたいな感じになりまして、なったなった。で、まあ、当日健康診断どうみたいな、その予定見たら、そのピコの
その4年女子の予定が早くて、もう朝すぐ終わっちゃうから、これ待たせることになるなって自分がその健康診断受けながら思ってたんですけど、まあ連絡したら、まあ家にいるよと。家にいたね。はぁとなりまして、健康診断は行きませんでした。行ってないですね。次の日に行きました。次の日に行ったと。でその日、じゃあネタ合わせどうするのってなって、物質はみたいな。物質はと言ったら、はい、いやでもその健康診断行ってないのにそっちの方行きたくないみたいな、もったいないからみたいな言って、はあそうですかと。だって自転車で30分近くかかるんですよ。は遠いから。で結局僕がそのキコちゃんのうちにじゃあ行くわって言って行ったんですね。はい。でなんか OK 待ってるみたいな。感じになって、で家の前着いて連絡したら、今から着替える。はぁって。着替えてなかったんかいって。はい、ありえないですそれも。でもそっからもう10分経たずに出てきたでしょ。マジでギリ10分は経ってない。そんだけもう着替えるにしては早いよね。いや3分ぐらいで終わらない。でもまあ着替えたり、髪をこう跳ねてるところを消したりとか、はいはい、僕と会うのにそんなことしなくていいです正直。そんなことよりあなたはそもそも部室で会う予定だったのにそれをすっぽかし、はい、で自分の家まで来てもらってる、で時間になってます、遅れてます、その時間を少しでも早く家を出るのが先なんじゃないでしょうかと。もうこの人の言う通りですよ。本当ですよ。そういうことばっかりで本当に。もうこの二人において正しいのはホツマの方なんです。まあそうだね。大体ね。たまに間違えちゃうから僕も。でも間違えることもあるんですよ。そういう時はちょっと支え合っていこうよ。そうだね。また仲良しみたいになってさ。ビジネス不仲なんで、はい、最初は本当に不仲だったよっていう話ですよね。でも引っ込みがつかなくなってまだ不仲だと思ってんだよね、ホツマは。でも本当にでも喧嘩するもん。どうだろうな、僕が結構我慢すること多いかも。あ、そうか。今日もさ、もう無限に話しちゃうけど、これどうだ。どうだ、いいよ、何でも。話しすぎ。まあ一個だけもうちょっと簡潔に言おうか。確かに今日もその部室にちょっと早めに集合しようって、あ、ここ部室で撮ってるんですけど、ラジオは、はい、部室にちょっと早めに集合しようみたいななって、でまあ何時に集合ねみたいな、で僕がちょっとその前授業があったんで、はいはい、でキャンパスが違うのでね、もうめちゃくちゃ急いで行ったんですよ。そしたら時間になってから、ちょっとどこどこでご飯食べたいんだけどみたいな、はい、はぁと。そうですね、時間になってるのになってから連絡来たしね、しかも、そのちょっと前にすごいどこどこご飯食べたいんですけどってなってたら、僕もそこ行ったけど、はい、で私はもうそのご飯屋にいたんですよ、その店の前に入りたいから、でもホツマは自転車に乗ってるわけじゃないですか、自転車乗ってる時 LINE 見ないですよね。だからホツマが自転車降りたタイミングで LINE したんですよ。ん？どういうこと？もう着いたよって連絡が来た時に、はい、あそこ行かないって LINE したんですよね。はいはい、だって見てないもん移動中は。いや見てますよ。やばい人じゃん。いやなんていう、漕ぎながらは見てないけど、止まってちゃんと見るから。わかりました。特にそのなんていう集合時間とかの時間、はい、まあ5分ちょ、まあ、10分5分前ぐらいになってくると、何かしら連絡するから、もうすぐ着くとかちょっと遅れそうとか。そういうのってやっぱ基本じゃないですか。偉いよね。私はもう見ないから、見る人がいるとは思いませんでした。はい、じゃあ次回から気をつけてください。わかりました。これ大丈夫、伝わるかな、何の話してんのかとか。まあ大丈夫じゃない、大丈夫か。もう15分が経とうとしていますね。何話したらいいんだろうね。まあ、このウェルビリンの話でもする。確かに、この前ウェルビリンっていうのがあって、まあ、新入生歓迎会的なね、新入生がそのサークルがいっぱいもう集まってる場所があって、そこに来て、サークルこんなんがあるんだって見る会なんですよ、で落ち点もいて、
で寄席をやったんですよね私たちは3公演ぐらい、はい、で、まあ、合計25人ぐらいかな見に来てくれて。そうだね、漫才やりましたね私たち。漫才やりましたよ、はい、どうでした先に聞きますけど、あんまり受けなかった。いや正直あんまりっていうか全然受けなかったくね。そうかもしれない、あんなに受けないと思わなかったよね。そう、なんかそのてかネタ合わせの時からちょっと怪しいなとは思ってたけどその2人でその、うん、今回2人でネタ考えたんだよね。そうですね、いつもそのどっちかが持ってきていいじゃんってなるけど今回マジで2人で考えて、うん、で過去最高傑作だと2人して2人して言っててでいざそのネタ見せの日になってやってみるとシーンとしてたよね本当に。いやちょっと反省です、ことごとく受けない。いやそこまでじゃないよ本当に。でも本当になんかだってさ、うん、本当に面白いと思ってたじゃん。まあねそれはそうです、面白いと思自分が面白いと思ったことが人にとって面白く全く面白くないって初めてで、うん、今までなんていう自分が考えたことで笑ってもらえてたことが結構あったから、うん、こんなこともあるんだと、うん、思いまして。まあそこで自分の面白いと思うことをやり続けるか、うん、もう人に合わせるかどっちですか小島さんは。確かにね、でもやっぱ受けたいじゃん。受けたい、うん、じゃあ寄せていく、寄せていって、はい、で なんて言うんだろうそのじゃ ある程度人気、うん、そのファンをつけた状態で好きなことをやる、うん、そしたらそのファンはもう盲目なので、あ面白くなくても笑ってくれるのではないだろうかと思いまして、はいはい、とりあえずその大衆受けするネタをやっぱ書いていこうよ。わかりました、うん、大衆受けしましょうよ。大衆受けしましょう。いつもはだって芸人になりたいんだもんね。芸人になりたいです、うん、ピコは どうなんですか。私はお笑い結構好きで、はい、ただお笑い のいろんな人の見るたびに、はい、もっと面白いことがあるはずと思ってしまって、どうしても、うんうん、そのもっと面白いこと、自分にとっての面白いことを、うん、見つけたいんですよ、うんうん、この1年でね。なるほど。まあその卒業した後は分かりません、芸人にはならないかも。あ、ならないの、うん、やらない。爽やかサンシャインは続けない、解散。あ、今後によるかな。めっちゃ人気出たら続ける。そうかも。なるほどね。いつもってワーキャーになりたいんだよね。ワーキャー、ワーキャー、ワーキャーしたい、ワーキャーしたいワーキャーしたい、ワーキャーで芸人になりたいって言って、ワーキャーでそのそうだねその丸々さんのそのコンビのことが好きで芸人になりましたっていうのをその本人に芸人として言いたい。そう、される側じゃないんですよ。ワーキャーしたいしたいしたい芸人なんだ。ワーキャー芸人ですだから。わかりました、頑張ってください。そのためにもね、学生のうちにもっと面白くなったらいいですから、ホツマが。あ、そうですね。まあこれ皆さんにかかってますから、ホツマが面白くなるかどうか。まあそうだね、僕がやることについて、まあ面白いぞとか面白くないぞとか言ってもらえればその都度修正するので、はい、もう全然マシュマロにあのセリフ面白くないぞとか、確かにあの話長すぎるぞとか送ってください。送ってください、たくさん。ちゃんと次回からエピソードトークも持ってきてね、お互い。そうだね、うん、そうだね、うん、ほんまに反省点だね。私たちの素性を言ってなさすぎる。確かに言った方がいいね。はい、オービリン大学、はい、芸術文化学部、はい、というものがありまして、芸術をやるんですよ、はい、でその中の演劇ダンス選手の演劇に属してます、はいはい、私たちは。私たちはそうです。で私は、まあ、演劇やってるので、まあ、劇団を主催してて、はい、で脚本演出を担当してます。素晴らしい。コツマは。僕は今は何もやってないですけれども、はい、まあ、そうだね、この大学に入ろうってなったきっかけがその、まあ、コント、うん、そのオービリンの卒業生が在学中にその作ったユニットのコント公演を見てからなんですね、うん、でそれでなんだこの面白い人たちはとなりまして、でまあ、僕もコントを書いたりとか、うん、ネタ書いたりしてはいたんですけれども、うん、まあ来ちゃったね、そのまま福岡からそれで来ちゃったの。結構すごくない？すごい、見切り発車すぎない、うん、し
しかもその OB だからもういないんですよ、うん、その人たちは。いない。僕が1年生だった時点で、うん、噂は聞く程度みたいな、うん、その時の4年生が、うん、なんか、まあ、知ってるぐらい、あ〇〇先輩たちねみたいな、うん、なのに来ました。なのに来ちゃって、うん、で結局何をやってるんだろうね。まあ一貫してるんじゃない、コントというか、まあ、そうだね、お笑いをやりたいっていうのは一貫して、うん、まあ、それはいいんじゃないかなと。いいと思います、はい。ちなみに私のやってる劇団道徳不安士というんで、あ、宣伝してるやん。皆様 X でご検索ください。ああ、いいんだそれ。ダメですか。いや、いいんじゃないか。え、僕も宣伝したいけど宣伝することないわ。じゃあ何か言ってよ。なんか爽やかサンシャインが、はい、なんか出るよね今度賞レースに。あ、出ますね。なんかの賞レース。なんでしたっけ。ちょっとこれダメだよこれ。ちゃんと言わないと。笑う学祭、小学祭、小学祭、渡辺、まあ、どっかが主催。やばすぎるって。なんかの賞レースに、そう、なんどっかが主催のなんかの賞レースに落ち券から3組ぐらい出るのか。3組出すぎですよね。出すぎ。出過ぎか。出過ぎ寄せです、これ。出過ぎ、ね、ちょっとでも出過ぎ寄せは良くないですね。まあ3組出ます。3組出る。そのうちの1組が私たちです。はい、そうなんですよ。頑張っていきたい。応援してください、ね、その、ね、ネタも作んなきゃいけないよ、そろそろ。そうだよ。なのにあなたは遅刻して、はい、すっぽかして、はい、良くないですよ。記憶改ざんしてさ。申し訳ありません。記憶改ざんしたっけ。いや、もうダメだって。それはもう改ざんしてるから。そうですね、はい、ショーレースな、うん、ショーレース未だに勝ち進んだことないよね。ないですね。うん、この前の別のショーレース、学生芸人のやつもこのオービリンから3組出て3組とも1時の動画審査で落ちてるんですよ。会場すら行けず。どうしましょう、ね、面白くないのかもね、僕たちって。これから面白くなればいい。確かにね、そうだね、うん、このラジオを通じてね。いや、ほんとに、でもバズらせたくない、ラジオ。確かに、バズらせますか。どうやったらバズるんだろうね。面白い部分を作ればいいんじゃない。なんか面白い部分あった。今のところ、どうですか、ありましたか。あ、首ひねってますわ。ないかも。違う、なんか切り、なんか長いしね、あの、エピソードもさ、うん、長い。この遅刻が多分、面白いっちゃ面白いけど、長いから切り取りづらい。まあそれも次回までに考えてきましょう。そうですね、うん、あなたたちがホツマに侵入、ホツマの心に侵入して、はい、もっと面白くしてあげてください。あ、はい、僕も、はい、皆さんに侵入します。あの皆さんのに心に侵入していきますので。はい、いいですね。ピコもね、もちろんですよ、はい、っていう感じで。はい、あと7分ほどありますね。はい、そうですね。宣伝しますか。早すぎ、まだ早すぎかも。早すぎ寄せだね。早すぎ寄せです。まあその私たちのコンビ名をどっかで検索して、はい、その出る賞レース特定してください。そうですね、出るよね多分。もう調べたら、うん、出ると思います。さわやかサンシャイン、はい、めっちゃ良くない、名前。名前いいですね。え、なんかさ、その名前、その出場者の名前順みたいなの見たけど、うん、爽やかサンシャイン優勝しそうすぎるもん、名前的に。まあちょっと他が悪タイプすぎるというか。悪タイプ、うん、ちょっとなんか、うん、アンダーグラウンドな感じはしたよね、でも、まあ、優勝できるといいですよね。うん、優勝したいですね。そう、ちなみに爽やかサンシャインっていうのは相対性理論ってバンドの曲から取ってて、そう、爽やか会社員って曲があるんですよ、はい、でそのサビがさ、爽やかサンシャインなので、出囃子もそれだし、爽やかサンシャインなんですよ。そうなんですよね。はい、どうしますか。何がですか。私たちどうする。どうするっていうの、今後の人生。今後の人生、うん、一旦だからそのピコが卒業するまでの、うん、まあ1年もないかも。ないね。まあ学校生活で、うん、賞レースで何かしらしたいよね。そうだね。でラジオもバズらせて、目標が高いね。で順風満帆な、高いね感じでいきたい感じはある、ね、頑張りましょう。頑張ります、本当に。とりあえず喧嘩だけしないように。喧嘩はしないように。いや、だって本当に、ね、さっきも言ったけどラジオがなくなる可能性あるから、その喧嘩して。したらどうすんの。し
したら、うん、別の人とやろう、僕が。ああ、わかりました。はいはいはい。いやでも本当にその今回っていうか、そのラジオの MC が、うん、なんていう変わりますよみたいな感じになって、僕が今一回声かけられて、うん、もう僕もやりたかったし、うん、って感じで言って、で、まあ、僕 MC やるならちょっとピコも一緒にいいですかって感じで、まあ、僕から誘った形ではありますね。ありがたいことにね、はい、なので本当に結構思い入れある、うん、やっぱでも繋いできたものではあるじゃん、結構伝統的ではあるじゃん、うん、おちけん、桜おちけんのラジオ、うん、はい、いい話、そう、いい話ですか今の、いい話しました。名前もねめっちゃ変えちゃったけど、はい、でもやっぱ本質は変わらずやっていきたいものですね。はい、入学式のスピーチありがとうございます入学式のスピーチではないですけど、まあ、次回そのお便り募集している、うん、あの日常の謎と行ってみたい場所募集しています、うんうん、あと賞レースに出ます、賞レースに出ますのネタを作ります、ネタを作ります、で次回ラジオまでにエピソードトークを頑張ります。大丈夫かなという感じで大丈夫ですか。そうですね、一旦まとめるとそうだ、だからここだけ聞けばいいね。確かにね、ラジオ聞かずにもここだけ聞いて、うん、じゃあ次回以降さ、なんかやりたい内容とかある？なんだろう、やりたい内容、うん、でもディベートとかしあ、いいんじゃないですか、ディベートディベートとかいいんじゃない。うんうん、え、なんかある、やりたいの。なんだろうね、即興漫才とか。そう、彼女ちょっと大学で即興の勉強してるので、即興ゼミに入ってたんですよ、はい、即興弟子のゼミに。ちょっと調子乗ってますね。違うからね。でも本当に力あるよね、その即興力というか。そのゼミで大会があって、なぜか、うん、そこで一応優勝してるんですよ。優勝してるんですよ。信じられないことで。めちゃくちゃすごいんですよ、ピコって。まあそれがね、活かせればいいけど。なんかでも即興ってさ、やっぱそのなんていう、高め合っていかないといけないじゃん、うん、僕がまずピコと同じレベルにならないといけないんだけど、うん、それを頑張るかな。そうだね、うん、か、まあ、ピコが下がるか、こっちに。そっちの方が楽だね。ありかも。即興、でも即興力必要だと思うな、芸人って。そう、それ間違いないよ。だって平場って全部即興じゃん、うん、そこで面白いこと言えなかったらね、よくないですよ。ふつまなんでそのゼミ入んなかったの。今年入れたはずなんですよ、ふつまって3年生だから。いやでもなんか逆張り、逆張り逆張りなのかな、逆張り芸人。え、てかどうだろう、でも普通、え、なんで入んなかった、うん、あんまり選択肢にすらなかったかもしれないですね。へえ、うん、一番お笑いに使えそうなのはそのゼミじゃない。まあそうだけど、まあ、僕が入ったゼミは、うん、まあほぼ何でもできるみたいな。結構自由度高そうだったから、そこで漫才はやりたいなとは思ってはいる。いいじゃないですか、うん、まあやりますよ、これからも。じゃあ今日から授業が始まったということで、はい、新年度このラジオも一新しまして、はい、これから皆さんよろしくお願いします。いや本当にね、よろしくお願いしますよ。おちけんのツイッターチェックをお願いします。お願いしますよ。で最後に一つ告知がございまして、告知がございまして、オービリン落ち店の新入生歓迎、はい、ズーム説明会が4月17本日の10時からこれ言わなくていいです、これは、13時まで収録日です。終了しております。終了しております。でズーム説明会4月27日もございます、土曜日、はい、16時から16時20分、はい、はい、そして稽古日毎週月水木やっております。いつでも来てください。新入生の方、新入生じゃない方、はい、で体験入部が4月22、24の、6時40分から、まあ、18時40分から21時30分教室は町田キャンパスの学時間 DG205 でやっております、はい、新入生の方、新入生じゃない方、お越しください。はい、じゃあちなみにその新入生とかも新入者として呼びたい、もちろんですよね。もちろんですよ。あ、ゲストのことなんですけど、新入者っていうのはゲストは直接新入者です。直接新入者か。お便り送ってくださる方が新入者、はい、はい、新入者ネームも書いてくださいね。そうだ、
ラジオネームじゃなくて、はい、まあ、侵入者ネームも書いてマシュマロに書いてください。そしてゲストで来る方は直接侵入者。はい、じゃあそろ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 何かお開き、お開きなので何か一言ございますか。はい、やばすぎ。これからも仲良くしようね。しようね。では爽やかサンシャインの小部屋に侵入一部屋目、これにて終了となります。皆様ご清聴いただきありがとうございました。バイバーイ。バイビー寄せ。バイビー寄せ。